アクセントイコールアイデンティティっていうことでもあるので、日本人なんだから母国語が日本語なんだから英語がネイティブである必要は全くないし、完璧を目指してほしくはないということです。皆さんこんにちは、アミです。今回のビデオは英語の発音入門編パート2になります。前回のパート1をまだご覧になっていない方はぜひ先にご覧ください。前回の2つのポイントをざっとおさらいしますと、1つ目はアルファベットを単独で発音できるか確認、特に子音。2つ目が日本語と最もかけ離れた難しい音から練習するでした。はい、それでは早速3つ目のポイントに入りましょう。Let's get started!3つ目のポイントは耳を鍛えるということです。これはなぜかというと、耳が英語の音に慣れてそれぞれの発音の違いが聞こえて、それを分かっていないと真似をするということが無理だからです。最初に出した3問の問題に戻りますが、私が言ったのは singles と shingles、 これは S の音と SH の違いですね。 S の音と SH で、次が heart と hurt、 R にかかった母音の音の違いです。art っていうと earth、 こういう音ですね。で、3つ目が father と further、 これも、母音の違いプラス、R の有無なんですけども、 father は other、 次 further は earther。はい、そんな感じです。例えば日本語を聞き慣れてない外国人が東京弁と関西弁の違いを聞き分けることができない、だから真似もできない。逆に、英語を聞き慣れてない日本人の人たちがテキサスなまりを聞いたって、それがなまりなのかスタンダードの英語なのかわからないということです。なので発音に関してはそのスケールをもっとぐっと小さくした感じですね。耳を鍛えるためには、私が思うのはやっぱり自分のターゲットとしているアクセント、アメリカ英語だったらアメリカ英語をたくさん聞くことです。で、たくさん聞くと言っても私はあんまり聞き流しっていうのはおすすめしなくって、なんでかっていうと、単語と単語の区切りがわからないままとぼーっと聞くのとか、あと単語が一つも聞き取れないままただただ聞くのはあんまり意味がないと私は思います。そこで私がおすすめしたいのは、 YouTube でも Spotify でも TedTalk でも何でもいいんですけれども、スピードを遅くして聞いてみることです。ちょっと実際にお見せします。これ今 Up First っていうポッドキャスト、なんかニュース系のポッドキャストよく聞くんですけど、まずこれを普通の速さで流します。President Biden will join striking auto workers in Detroit today as a chance to be the first sitting president to stand on a picket line。 早いですよね。ニュースはね、ニュース系は特に早い気がする。で、これをちょっと画面をお見せしますけど、この 1× って左下のところ、 Spotify はなんですけど、多分何を使ってでも多分こういうシステムもあるはずで、じゃあ 0.8 ぐらいの速さにしてみますね。President Biden will join striking auto workers in Detroit today as a chance to be the first sitting president to stand on a picket line. What can you...でも英語の難しいところは、その単語単語一つ一つがこうつながってくのを聞き取るのが難しいような気がする。もうちょっと下げてみる。 0.7。President Biden will join striking auto workers in Detroit today as a chance to be the first sitting president to stand on a picket line。 はい、だいぶ聞き取りやすいと思う。なんか単語単語一つ一つ、例えば president とかfirst とか、もう内容忘れたけど、単語一つ一つちょっとは聞き取りやすいと思います。はい、私はそんな感じで単語を1つでも2つでもいいから聞き取れるようにして、リスニング練習で耳を鍛えるっていうのが一番いい方法かなと思います。うん、知ってる単語がね、少ないうちは多分全部を理解するのは難しいけど、でも本当たった一つの文章でも単語でも聞き取れると楽しいし、本当にもっと興味が湧くと思います。一つの文章でもいいし、5分でも10分でもいいから集中してやってみたら、だいぶリスニング力がぐっとアップすると思います。はい、それでは最後のポイント、4つ目のポイントなんですけども、単語のストレスの位置を把握する。英語に関しては例外がなく、あらゆる単語にそのストレスの位置っていうのが決まっていて、これが英語を発音する上でとっても大事です。むしろストレスの位置が正しいだけでちゃんとした英語に聞こえます。例えばこの単語 responsible、 R の音とか O の音が完璧じゃなかったとします。 responsible って言ったとする。ちゃんとストレスの位置が正しいと responsible。 でもストレスの位置を間違えて、例えば最初の re のとこに入れちゃったりして responsible とか、逆に最後にストレスを入れて responsible responsive。 全然違いますよね全体的にその一つ一つの音はあんまり完璧じゃなくても、ちゃんとストレスの位置が正しい方がきちんと聞こえます。ストレスの位置が多分ネイティブの聞き手の人とかにとってすっごく大事なので、これは日本語にはないなんていうのかな、コンセプト。日本語はさ、だいたいフラットで、イントネーションあること、例えば傘と傘の違いとかありますけど、そのストレスっていう概念が日本語にはないので、一つ一つ単語を覚えるときにちゃんと見ておく必要があると思います。で、多分皆さんオンラインの辞書を使われている方が多いと思うので、これは便利な音声機能を使って必ず単語を聞いてみてください。で、10回ぐらいは聞いてみて、自分で言ってみて、ちゃんとストレスの位置が合ってるか、自分が言う言葉とその聞ける音声がちゃんと似てるかチェックしてみてください。特に難しい単語とかだったら繰り返して何回も言うことで、耳と口が活性化されてマッスルメモリーにつながります。で、ストレスの位置に関してもね、だんだんルールというかが分かってくると思うので、慣れてくると毎回やらなくても、その感覚でだいたいどこにストレスが来るかっていうのが分かるようになります。なので永遠の道ではないので、どうぞご安心ください。慣れです、慣れ。はい、以上が4つのポイントでした。おさらいしますと、1つ目がアルファベット単独の発音をマスターする。2つ目が難しい音を重点的に練習する。3つ目が耳を鍛える。そして4つ目が単語のストレスの位置を把握するでした。最後に私がちょっと皆さんに言いたいのは、完璧を目指してほしくはないということです。もちろん目指されてる方は全然いいんですけども、趣味でネイティブの英語をどうしてもマスターしたいっていう方は別として、あんまり発音にばっかり気を取られて発言することが嫌になってほしくないからです。当たり前なんですけど、ネイティブじゃないんだからアクセントがあるっていうのは当然だし、言ってみれば日本語とかスペイン語とかフランス語とか韓国語とか何でも、英語を喋る時にアクセントがあるってことは他の言語をもうすでに話すっていうことですよね。アメリカあるあるなんですけども、アクセント持ってるっていうのが結構プラスだったりする。エキゾチックに聞こえるっていう以外にも、第二言語なのに英語がこんなに上手なんだっていう風になんかリスペクトされたりもします。言ってみればアクセントっていうのはその人の個性とかバックグラウンド、カルチャーを表すものですよね。だから発音が悪くて嫌だとか、アクセントが強すぎて全然喋る気にならんとか、そういう風に皆さんに思ってほしくないです。そもそも一生懸命頑張って何かやってる人にケチをつけるような人なんてクズの中のクズだしアメリカでも確かにアクセントをそのバカにしたり下に見たりとか、そういう風に言う人もいることはいると思うのね、人種差別的にも。だけどむしろその人たちは英語しか喋れなくって、他の文化に触れたり他の言葉を知ったりしようとしない人たち、視野の狭い人たちなんで、日本人の私たちが外国語を一生懸命勉強して頑張って習得してる外国人の私たちがそこで引けを取る必要は全くありません。アクセントイコールアイデンティティっていうことでもあるので、日本人なんだから、母国語が日本語なんだから、英語がネイティブである必要は全くないし、なので完璧は目指さず、自分ができる範囲で、自分が納得のいく範囲でやってみてください。はい、それでは今回はここでおしまいにしようと思いますが、いかがでしたでしょうか。何か一つでも参考になったら本当に嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。よかったら感想、コメント、LIKE などなど何でもお聞かせください。Thank you so much for watching. See you next time.